静か行政書士 FP 事務所の静かでございます。今回は投資信託2本立てに意図せずしてなってしまったんですが、ゴールドマンサックスのグローバルビッグデータ投資戦略 AI ブレインというやつと、米国インフラ関連株式ファンドグレートアメリカというやつですね。このゴールドマンサックスの方はいわゆる AI ファンド的な商品、 AI 運用しますっていうような商品ですね。で、後半の方、米国インフラ関連株式ファンドは50回で、台湾の、インフラビルダー関連株式ファンドでしたっけを取り上げましたが、それに近いというか、まあ、限りなく近い、トランプ政策を見据えた商品という形ですね。なので、一応内容はそっちは軽くしてますんで、51回にやったやつと合わせて見ていただくといいのかなと。まあ、50回の時に一緒にやればよかったって話なんですが、まあまあまあ。はい。ということで、2本立てなのでもうサクサクいきましょう。ということで、こちらですね。ゴールドマンサックス、この GS の方ですけれども、から先に行くんですが、ビッグデータを使って運用していく AI の中でも、そのプログラム運用、プログラム売買っていうことよりも、その、ネット上のデータを解析することによって、銘柄選択の、絞り込みをかけると、選択をかけるっていうことのでの AI の活用というのがこのファンドですね。で、ビッグデータ解析ですので、言語処理技術を利用して、レポートの文書の変化からアナリストの意図を読み取り、将来のレーティングの変更を、先取りすると。よくありますけど、その日銀のその議事要旨とか見て、ちょっとした言い回しの変化とか、まあ政策に変更がなかったとしても、この先の見通しとかにちょっと変化があったりとか、形容詞がちょっと変わったりとかするっていうところから、見通しがちょっと変わったのかなっていうのを読み取るわけですよね。そういう形のものを、AI がこの言語処理技術で自動的に、アナリストのレポートからパンと持ってくる。で、アナリストのレポート、ね、そのレーティングをつけてる銘柄であれば、こう一定期間の間に、いくつかレポートを出し続けて、でレーティングも、一定期間1ヶ月とかに1回とか出していくわけなんですけど、ね、その中から、以前との変化を見極めて、でレーティングが、ね、上がれば株価は上がるというような形なので、それを先取りしていくと。あとウェブサイトへのアクセス動向で収益トレンドを予想ということで、こういうワードで検索されてるよとか、こういう、ウェブサイトの、閲覧数とかっていうことで、そういうアクセス動向が、アクセス数が増加すると、その商品が売れるとか、そのサービスが注目されてるとかっていうことなので、収益性が向上する傾向があるという話ですね。で、あと企業ニュースから個別銘柄への市場心理を測定すると。まあ、どういうニュースが出てるかっていうところから、いいニュース、悪いニュースをね、判定して市場心理、そこにどう、影響するかっていうところを判定する。で、あと市場注目テーマ。こういう言葉がよく検索されているとか、こういうことにみんなが関心を持っているっていうところを、ネット上から解析してですね、関連銘柄の評価に反映させるという、まあ、こんな形ですね。これが AI、特にビッグデータを使った分析と。で、これが機械でやるわけですから、24時間ずっとね、あのデータを収集できるっていうのは AI の強み。人がやったってできるんですけど、やっぱり、こう、やる時間、数量、体力的なものとかっていうのはやっぱり限界があるので、機械でやると便利だよねって話です。で、このファンドについての話をしますと、GS グローバルビッグデータ投資戦略。このファンドに挙げていると、日本を含む先進国の株式にまず投資するよっていう商品ですね。一応、投資の概要のところですけど、で MVP モデルを用いて投資魅力度を算出し銘柄選定を行うというところが、
一番のポイント、あとでちょっと説明します。で、為替ヘッジありなしを選択できます。で、分配金再投資だけがスイッチングできるようなので、買うときは注意してください。で、購入時手数料 3.24%、信託報酬 1.323。AI ファンド、AI の運用だと何が一番いいかって、やっぱり信託報酬が安いのはいいよねって話ですよね。で、年1回決算、6営業日受け渡しということです。で、この MVP モデルってやつなんですよね。この、ファンドのポイントは。銘柄選定をする上で、MVP モデルという、このゴールドマンサックスが活用している、銘柄の評価方法を用いて、個別銘柄を絞っていくということ。で、MVP と、M がモメンタムの M ですね。で、V がバリュアブル、バリュー。で、P がプロフィッタビリティ。収益性ってことですね。で、一番注意するのはモメンタムの部分らしいんですが、ここをやっぱり、ポイントとしては AI が一番、この、特にビッグデータの解析によって一番、こうなんですかね、情報を集められるところですんで、で、このモーメンタムのところについて注目テーマとかトレンドとか投資家のセンチメントとかっていうところで、個別銘柄の勢いを評価すると。で、いくつかのこう、それぞれ M についても、V についても、そのバリューについても、割安度についても、で、あと収益性についても、いくつかの評価項目があって、で、そこを点数化するんですよね。で、マイナス5からプラス5。みたいな形で点数化して、で、得点の高い銘柄を組み入れていくっていうような、選択プロセスになるそうです。で、すでに、ヨーロッパ、アメリカでは同じような投資戦略のファンドをゴールドマンサックスすでに売り出しているということなので、まあ、すでにやってるファンドに投資をする、ね、ファミリーファンド形式ですんで、っていう形になるものと思われます。で、そのファンドのポートフォリオのセクター別構成比率としてはこんな形になっていると。金融が一番高い、そして情報技術。どうしても、アメリカの比率がこれも高いので、次見ていただくとわかりますけど、通貨別の組み入れ比率も書いてるんですが、先に見てしまいますが、米ドルがやはり 66.5。この手の先進国、ファンド、先進国投資をするファンド、まあ、どういうテーマであったとしても、になりますと、先進国ファンドになると、米ドルの比率がこのぐらい、まあ、6割以上になるっていうのがほとんどですんで、まあ、そうなってくると、金融情報技術っていうのが、どうしても比率高くなるよねっていうのは、いつものパターン。ヘルスケアっていうのは、なんかやっぱり、ビッグデータっぽい感じですよね。一番こう、みんなが関心ありそうな部分。今も世界的なこう健康志向とかそういったところで先進国の抱える課題としての高齢化っていうところも含めね、そういうのがあるかなという気がします。不動産とかね、少ないですね1.9% みたいな形。まあ、消費財とか資本財が上に来てるんで、どっちかっていうとやっぱり景気敏感株が上位で、内需とかディフェンシブ性の高い銘柄は買いに来ているのかなというような感じですね。そうは言いつつ、エネルギーとかどう捉えるかというのは難しいところですけど、っていうところです。で、通貨別の構成比率がこんな形ですね。で、先ほど見た通り米ドルが 66.5%、 3分の2がアメリカですね。で、ユーロが 16.4%、 日本が 7%。 何入ってるんですかね、日本はね。ちょっとレポート出たら見てみたいですね。で、イギリスポンド、カナダドル、スイスフラン、香港ドル、その他。なんでしょうね、その他は。はい。で、ポートフォリオの組み入れ上位10銘柄ということで、何銘柄入っているのでしょうか。232銘柄入ってるそうです。結構多いですね。で、一応11月末現在、こちらのさっきの組入れ比率、通貨別とかも、11月末の情報なので、今結構変わってる可能性高いです。もうこのね、2ヶ月の間にいろんなことありましたから。
で、2ヶ月半かも。一応1位は JP モルガン、AT&T、バイエル、ユナイテッドヘルス、メルク、コムキャスト、アムチョン、オラクル、イベルドローラ、ウォルマートと。結構まあ有名どころが多いですかね。うん。いう感じになっております。で、まあ、AI 運用っていうところは結構今、ね、いろいろ話題になってるところですんで、類似ファンドを探してきましたんで、まあ、それと比べてどうなのよっていうところなんですが、実際に投資信託ベースで AI 運用っていうのはあまりまだなくて、そうじゃなくて、こう、ファンドラップ的なものとして AI で、運用しているものとか結構あるかなと。で、あとバランスファンドとかっていうのも結構あるのかなと思うんですが、あと、例えば、イデコ、確定拠出年金とかで、AI 運用しますよっていうようなものだったりとか、そんな形になっているので、ちょっとこうデータとして持ってきにくい部分はあるんですが、純粋なこのミューチュアルファンド、公募投資信託の形で、AI 運用しているよっていうものが、まあ、2つパッと見つけられたんで、買ってきました。ツイッターとかにも書きましたけど、グローバル AI ファンドとかは別に AI 運用はしてないので、AI 関連の銘柄に投資してるだけなので、これちょっと気をつけてくださいね。で、AI 日本株式オープン。日本I とかいう愛称だったと思いましたけど、だからこれもまだ運用始まったばっかりで、2月の頭に運用したばっ、始まったばっかりなので、データはちょっとまだ持ってきても意味ないなと思って、基準価格の推移とか持ってこなかったんですが、これは日本株式の投資、日本株が投資対象の AI 運用です。で、株価指数先物の売り立てを行い、株式市場に対する寛容度を排除しながら収益の獲得を目指すっていう分かりにくいこと書いてるんですけど、何するかっていうと、これちょっと書きにくいんですが、例えば、どうしようかな、トピックスとかに投資をするとするじゃないですか。で、トピックスに運用してたら、まあ、こういう感じで、ね、儲かっていたはずだと。で、このファンドが、どうやったら出るかな。こうすればいいんだ。もうちょっとこう運用成績が良くて、こうだったとするじゃないですか。このまあ純粋にこの、AI が選んだ銘柄が、AI が選んだ銘柄なのかな。個別に普通の株、日本株に投資した部分が、これぐらいトピックスよりちょっと良かったね。っていう形だったとするじゃないですか。で、このファンドはここの部分の利益だけを取りましょうっていうファンドなんですね。で、なのでここがここまでの成長分はトピックスの成長分だから、このトピックスの先物の売りを行うわけですね。それによってここの部分のここの部分のプラスは相殺されるっていう形の商品性です。純粋にベンチマークに勝った部分だけがこのファンドの儲けだから、これだけ買うっていうファンドじゃないんでしょうね。いわゆるそのスミシンとかが好きなコアサテライト戦略で使うようなファンドなんでしょう。で、プラスして株式相場の状況に売り立ての量を加減し、相場上昇の収益を目指す。もっと上がるよっていう風に見てるんだったら、トピックス先物の売りの量を減らして、ちゃんとトピックスの部分の、儲けも取れるようにしますよっていうような、そんなイメージですね。ということなので、トピックスが上がってるのに、この、日本株の部分、個別に組み入れた部分の成績が悪いと、
コールマンドの成績が悪いっていう話なんですね。ただそういう意味で言うとそんなに変動はないねっていう、そんなファンドだと思ってください。なのでまあ悪くない、悪くないっていうのはリスク的にはそんなに高くないファンドかなと思ってます。一応ね、今後の推移は楽しみですね、こういうのはね。でもう一つ、株ロボファンドですね。こっちは結構歴史の古いもの、2009年ぐらいから運用してるらしいです。いろんな株ロボット、そのプログラムを使って、いろんなマーケットデータを取り込んで株式売買の注文を自動生成すると、まあ、自動的に株式の売買をしてくれるようなファンドですね。なんかこういろんなそのプログラムを募るらしいですね。でその中で、優秀なものをいくつか、組み入れてというかいくつか選ん抽出して、そのプログラム通りに、発注するというものです。で東証一部の500銘柄がとりあえず投資対象なので、その中から、このプログラム株ロボが選んだものを買うということらしいですが、そんなに成績は良くない。2012年の頭からのチャートですけど、2012年の頭が日経平均でもだいたい同じぐらいだったと思うんですよ。これ基準価格ですけど、日経平均自体も1万円ちょっと割れてたぐらいだったと思いました。で今1万9000円とかっていうわけですから、非常に、負けてるということです。 AI 使ったから勝つとかそういうことじゃねえって話なんじゃないでしょうかね。だからこれから何でも AI でいけば大丈夫だって思ってる人とか、逆にこうよくあるんですけど、ファイナンシャルプランナーとかの時もあるんですけど、 AI がいれば自分の仕事はなくなるんじゃないかって思うのかもしれないですけど、まあ決してそんなこともなさそうですよ。はい、ということで、で、あともう一つですね、三菱が運用はアセットマネジメントワンだ。アセマネワンが運用するやつですね。で、インフラ関連株式ファンド。で、第51回、前々回の時に、台湾の、いわゆるトランプファンド、インフラビルダー、関連株式ファンドだったかなんだったかっていうのを特集しました。であちらはインフラの開発関連の企業だけを組み入れたファンドだったんですが、こちらはインフラ 運営の方も、組み入れているということですね。でこれからインフラ投資をするぞっていう風なにな場合にすぐに効いてくるのはインフラ開発ですね。当然建設したりとか、その設計したりとか、それに必要な材料、資源、原料とかっていうのを持ってくるとか、その資源自体とか、のところがまず反応し始める。で、その上で、その後で、じゃあそのインフラ完成しました。じゃあインフラ運営しますっていうことで聞いてくるのがこっち。っていうイメージですよね。なので、どっちかというと長期で持ってていいのはこっちなのかもしれないっていうようなイメージがありますが。台湾よりね、後で聞いてくる可能性は高そう。で、景気減速局面にはインフラ運営関連企業の投資比率を引き上げ、景気拡大局面にはインフラ開発関連企業の投資比率を引き上げると。要は、インフラ開発関連は景気敏感だと。で、インフラ運営関連は、ディフェンシブだっていう話なわけですよ。電力とかガス会社とかってのは基本的にディフェンシブ銘柄じゃないですか。なので、景気が悪いときはそっちの比率を上げますよと、そういうことですね。で参考ポートフォリオの組み入れ銘柄数45とまた少ない。で購入時点数 3.24、信託報酬 1.674、感じですね。で、なんか経済政策の話とかインフラ開発企業の話については、投資信託を考える第51回の方を見てください。インフラビルダー株式ファンドか、はい、
そちらを見てください。で、組入れ銘柄、10銘柄、こんな形ですね。ティッカー入れたり入れなかったりしてるんですけど、はい。この、マーチン・マリエッタ・マテリアルズとバルカン・マテリアルズはインフラ開発企業の方なので、これは、どっちかというと素材とか、その辺の企業なので、前回というか、その第51回のところで、ダイワの方のインフラビルダー株式ファンドの方にも組み入れられている銘柄ですので、そっちの方で説明してますので、ご覧ください。で、あと、そこの下の方というか、それ以外のところは、運営、インフラ運営会社の方になります。で、業種としては、下2つが不動産、キャッスル、クラウンキャッスルとアメリカンタワーは不動産で、で、この上の、この辺か、ウエスト、マネジメントと、マネジメントから、マネジメントとリパブリックサービス、この辺が、資本財のところですね。資本財サービス。で、あと、この辺は水関連なんですが、ちょっと見ていきますね。あ、ウエストマネジメントは、廃棄物処理サービス、のサービスを基本的にはやってる会社なんですが、そこからですね、廃棄物の熱源転換設備、あと独立系発電所を所有してゴミのエネルギー化資源化を行っている、要はリサイクルの会もやってますよって会社なんで、そういった意味で、この方に入ってきてるんで、巨大なリサイクル施設とか発電所の設備を持ってるんで、ここに入ってきてると、インフラ運営のところに入ってきてるってわけですね。なんとなくここら辺に近いのかなという思ったんですが、まあ、ちょっとどうかわかんないです、この辺は。はい。結構株価も堅調って感じですね。10% ぐらい上がってる。10% 以上。10% ぐらいかやっぱ。はい。っていう感じですね。はい。で、もう一個のリパブリックサービスも同じような感じなんで、ちょっと省略します。で、次、WGL ホールディングス。これが天然ガスとエネルギー関連製品のサービスを提供しているということで、電力、水道、その他エネルギー関連システムも提供していると。まあ、そんな会社です。巨大インフラですね。で、結構株価も堅調。2割、3割ぐらい上がってますかね。で、カナダのアルタガスっていう会社が64億ドルで買収予定なので、で、時価総額はこの会社42億ドルぐらいなんですよね。はい。まあ、そんな形で株価、この辺でだからそれが発表になったんですかね。なので、話題になってるというか株価上がってるっていうところもあるようです。はい。その他の、アメリカンウォーターワークス、アクアアメリカ、カリフォルニアウォーターサービスグループ、あと SJW も同じように水じゃないや、エネルギー関連とか、水関連とかってことなんですけど、水1個だけ持ってきました。アメリカンウォーターワークス、水関連サービスの提供、飲料水の供給と排水システムを、構築していると。排水施設の運用保守を行っている。まあ、オルガノとかクリタ工業とかそんなイメージでしょう。株価そんな動いてない。っていうような感じですね。あと、アクアアメリカとかカリフォルニアウォーターサービス、あと SJW は同じような感じで水関連の企業です。で、あと最後、クラウンキャッスルインターナショナルということで、これは無線通信会社向けに無線通信タワーとかビル屋上サービスとか、分散アンテナとかを運用していると。まあ、それを貸し出したりとかっていう形ですよね、そのスペースを。で、4万1300トンのタワーを持っているということで、ぐーんと下がっちゃったんで、なんかあったんでしょうね、ここね、多分ね。はい、で、まあ、また戻ってきてますよって形なので。で、アメリカンタワーも同じような企業です。はい。というような、アセマネワンの方のトランプファンドでした。
インフラの需要がやっぱり必要だというか、インフラ整備が非常に遅れてるっていうのはアメリカの内部でのやっぱり共通した認識なので、まあいずれにせよいつかちゃんとやらないといけないねっていうことなんですね。でそれがトランプさんになってやっと実行される。財政の問題があるからなかなか踏み切れなかったけれども、まあ、ここでやるしかないということなんですよ。でちょっとまあなんとも難しいところなんですが、結構アメリカ米株の投信を取り上げることが多いので、米株に対してものすごくポジティブなこう印象を持っているように思われるかもしれないんですが、そうは言いながらもやっぱり財政の問題ってのはあるし、でこのさ、なんですか、トランプ政策、トランプの経済政策を行ったとしても結局トータルプラスになるかっていうとちょっと怪しいのは怪しいんですよね。GDP ベースとかで見てもそこまでの経済効果が現れないんじゃないかというふうな話なので、結局アメリカの負債が増えるだけっていう可能性がちょっとあるなとは思ってるんですよ。なので長期的に見て本当に大丈夫なのかどうかって言ったら怪しい。ただ今のところは米株しっかり、非常にしっかりしてますから乗っかっていいよねっていうのは思ってるところですね。半年1年とかそんなスパンですかね、長くて2年とか、でそれ以上の長期になるとちょっと財政の問題やっぱりもう一回見直さなきゃいけない、財政の崖問題とかまた出てくるかもしれないんで、まあ当然もう今は全部ね、すっとこう議会通過するのでいいんですけど、今後の課題としてはやっぱり大きく乗っかってくるところなのかなと思ってますという感じですね。はい、引き続き質問なり何なりご意見なり、募集しておりますので、この商品どうなのとか、持ってる商品どうなのとか、金融機関の人うるさいんだけどとかっていう話をですね、もうですね、いただければ。そうですね、あとそう、いただいた質問からちょっと思ったところがありまして、なかなか証券会社との付き合いがうまくいかないというか、こう思い出したっていうことじゃないんですけど、なんかその最近の東芝とかの件も含めて、東芝なんかも完全にちょっとガバナンスとかっていう面がどうかしてるっていう話があるんじゃないかと思うんですよね。でなんかなんであんなことになってしまうのかっていう、もちろんその会計の問題から始まって、でそことはまた全く別のところで、原発の、まあ、そもそも買収したところからが問題だったっていうところで、いろんな違う話でポコポコね問題になってきてしまうっていうのは、やっぱりもうガバナンスがもうそもそもがどうかしてるっていうところなのだと思うんですよ。で、まあ、よくよく思い返してみると、まあ、自分はねリテール営業やったのがメインだったので、どっちかっていうと、で結構厳しいのですよね、リテール営業って。そのまあ営業的な数字的なものも厳しいのは厳しいんですけど、コンプライアンスはかなり厳しいと。でその要因は何かって言ったら、金融庁がうるさいからっていう話と、あとはまあ社内的にうるさいからっていう話で、それは何につながってくるかっていうと、やっぱりまあ思っている方も多いと思うんですけど、単純にその顧客の利益が最優先できない環境があったりするんですよね、確かにね。例えばその投資信託をまあ、それなりに儲かった、2割3割儲かった、今売りましょうっていう提案が非常にしにくいっていうのは一つあるんですよ。でもし売りましょうって言って、
その資金を売ってそのまま売却してで出金っていうことになってしまうと、結構もうこれは営業員としてはマイナスの評価されてしまうっていう形になっちゃうんですよね。で、証券会社を目指すところとしては当然収益を稼ぐ、手数料を稼がなきゃいけないっていうのと、金融機関ですからその預かり資産を増やさなきゃいけないっていうのがあるわけですよ。で、預かり資産を増やすためにはあまり売却はさせたくないっていうのがあるので、なかなか今売りましょうっていう提案をしにくい。まあ、株とかだったらね、どんどん多分普通に、売却提案してくれるとは思うんですけど、投資信託はなかなか難しい。で、売るっていうことに対してもちょっと手続きがめんどくさかったりするので、あんまり売りたくないなっていう印象は絶対みんな持っているはずなんですよ。で、それがあるのはもちろん証券会社自体の問題っていうのも一つある。で、かつ手続きがめんどくさいっていうのはやっぱり金融庁がうるさいからっていう原因でもある。で、ちょっと前にはその乗り換え提案っていうのが非常に問題になって、で、乗り換えをするためのステップはかなりこうめんどくさくなってるわけですよ。金融機関の社内ではあれを売ってこれを買いましょうっていう提案するためには結構こう、ね、その承認ステップのこう流れはめんどくさいんですね。で、それと、まあ、近い形で売り、単純に儲かったから売りましょうっていう提案もなんかめんどくさいことになっちゃってるっていうところがあるんで、で、実際本当に、ね、ダメな商品はパッと売って、で、他のものにした方がいいっていうパターンもあるじゃないですか。それ手数料売るのは置いといてね。っていうこともあると思うんで、なんか余計なこと、だから金融庁がまた、ね、その、手数料ばっかり取りやがってみたいなね、その毎月分配とか、外貨建て保険、まあ外貨建て保険がいいのかどうか知らないですけど、とかね。っていうのを言うんですけど、なんかまあ証券会社もまあ元はね、ろくでもない人間がいるっていうのも一つあるんですけど、だからコンプライアンスが厳しくなっていくっていうのもあるんですけど、金融庁がごちゃごちゃ言うからそういう面倒くさいことになってる。で、それは巡り巡って投資家に悪影響をもたらしている部分もあるぞっていうのはちょっと思うところですね。金融庁のこうやり方としてね。まあもうちょっと自由に泳がした方が機動的にいくんじゃないの。で、もちろんそれは、それに加えて当然のことながら証券会社のその営業を評価する姿勢として、お客さんにこんだけ儲けて儲からせてあげたっていうことも評価してあげたりとかっていうのは必要なんだろうなとも思うんですよね。逆にじゃあそれだけ儲けさせてあげたことを金融庁ももっと評価してあげるとかね、そんな、ことになってきたらよりいいのかなとも思ったりしますけど。で、まあそれこんなことをちょっと思った。で、製造業の知り合いとかに聞くと、まあ私もだから違う部署に行ったりとか他の会社見たりとかっていうところから思うと、まあコンプラ適当だよねっていうのはちょっと思ったりしますし、コスト意識とかっていうのもそこまでしっかりしてないなっていうのは思ったりするところではあります。まあそれだけ金融機関はめんどくさいです。特にリテール向けは個人情報とかねありますんでね、っていうのをちょっと思い出したのですよ。はい。あと前回配当が下がるっていう話で、まあ、大塚家具もまたね発表ありましたけど、まあ、当然大塚家具はそりゃ配当水準は維持できないんだろうなとは思いましたけど、前回のところで北陸電力の話をしたんですが、北陸電力をついつい私は北電と言ってしまうんですが、北電と言ったら、まあ、北海道電力なんですよね、きっとね。だね。私は北陸にゆかりがあるので、別に出身とかではないですが、住んでたことがあるので、北電とついつい言ってしまうなあということをちょっと思い出しました。はい。ちょっとこう、そんな、失
問じゃないですけど、そんなことを、そんなコメントをいただいたので、そうなんですよ。そう。ね、北陸、北海道ですね。まあ他の動画のところでもちょっと話したんですけどね。ということで、大塚は40円減配？何、半分ですよね。だから、まあ元に戻ったっていう感じですかね。まあ厳しいでしょう、そりゃ。ということです。はい。ということで、投資信託を考える第53回ですね。ちょっと2本立てで今回お送りしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。